クレーバック。クレーバックは、アメリカ海軍の潜水艦。タンバー級潜水艦の一隻。艦名は、ニシンカーロサ族に属する、ALYF の通称にちなんで命名された。クレーバックは、コネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1941年1月31日に、ブラウン夫人、アメリカ海軍兵学校司令官。 ウィルソン・ブラウン少将の妻によって、命名、浸水し、1941年6月30日に、艦長ウィラード・エイ・サンダーズ少佐、アナポリス1927年組の指揮下収益する。クレーバックは、大西洋艦隊に配属され、ニューポート、ニューロンドン、ニューヨーク沖で、成長巡航を行う。クレーバックは、両艦グランパスと共にニューロンドンを9月8日に、 ハリブカ及び、チェサピークに向けて出港、紹介を行い11月30日にオーバーホールのためポーツマスに帰還した。真珠湾攻撃によるアメリカ合衆国の対戦参戦に従い、1942年1月15日、クレーバックは真珠湾へ向けて出港。1月21日から25日にかけてパナマ運河を通過し、2月8日に真珠湾に到着した。 2月15日、グレーバックは最初の紹介でマリアナ諸島及び小笠原諸島方面に向かった。2月22日朝、グレーバックはの地点で日本の違法潜水艦に魚雷2本を発射され、グレーバックは反撃しようにも耐性が取れなかったが、魚雷はそれて何事もなかった。サイパン島とテニアン島、グアムの沿岸を偵察する傍ら、2日後には別の 潜水艦にも遭遇したが、この時も何事もなかった。3月3日、サイパン島近海で小型商船に対して最初の攻撃を行うが、魚雷は命中しなかった。3月5日にも4500トン級貨物船に対して魚雷を発射するが、これも命中しなかった。3月17日、クレーバックは、父島太美港近海で特設運送船、球艦石狩丸、 北海道炭鉱汽船3291トンを発見し、潜望橋の視界内に2隻の駆逐艦と、おぼしき艦艇がいたモノコーブ発射艦から魚雷を発射して命中させ、石狩丸を撃沈した。4月10日、グレーバックは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。5月4日、グレーバックは2回目の紹介で、カロリン諸島方面に向かった。 ブタリタリおよびオーシャン島近海を経て、トラック諸島とラバウル間の交通路を訳する海域に到着して紹介を行う。ついで、パラオとラバウル間の交通路に転じて紹介を続けたが、この紹介では戦果を上げることはなかった。6月22日、グレーラックは50日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。7月15日、 グレーバックは3回目の紹介で、南シナ海及びインドシナ半島方面に向かった。8月7日及び8月12日に攻撃を行ったが成功せず、この紹介でも戦果を上げることはなかった。9月3日、グレーバックは51日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島。艦長がエドワード C ・ステファン・少佐、アナポリス1929年組に変わった。 グレーバックは、次期紹介に備えて、グランパス及び、ガジョンと共に、グリスベンに開港され、10月3日に到着した。10月6日、グレーバックは4回目の紹介で、ソロモン諸島方面に向かった。10月17日、グレーバックはの地点で8000トンから1万トン級貨物船を発見し、攻撃を行ったが、魚雷は命中しなかった。10月22日に、 物地点で煙を発見して先行し、白鷹型不施艦と、おぼしき艦艇に護衛された輸送船に対して、巨雷を4本発射。うち2本が命中したと判断され、直後から爆雷攻撃を受けた。この目標は沈没したと判断された。10月31日朝、クレイ・ラックワのセントジョージ水道で、ニューギニア東部に向かう輸送船団を発、陸軍輸送船の止まる。 日本優先7191トンの左限に魚雷を命中させ撃破し、クレーバックには五国のトマル、撃沈の報告がなされた。実際にはのマルは選手を海中に突っ込みながらもラバウルに引き返すことができた。翌11月1日夜、クレーバックはの地点で夜間浮上攻撃を観光。11月4日深夜にはの地点で二隻の大型船を発見して、 浮上攻撃。その後は11月8日にの地点で、上風型駆逐艦と、応募式艦艇,艇と、同日夜にの地点で、潜水艦に対して、翌11月9日にはの地点で、小型貨物船に対してそれぞれ攻撃を行った。11月16日、グレーバックは41日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。12月7日、グレイバックは5回前の紹介で、 ソロモン諸島方面に向かった。一週間後、乗組員の一人が盲腸で倒れるというハプニングに出くわした。グレーバックは100フィートの震度に先行した上で、薬剤師出身のハリー・ビー・ロビーが盲腸の切除手術を執刀することになった。ロビーは薬剤師であっても外科学は教育を受けておらず手術に関しては素人であったが、12月8日、 未明にかけて、手術を行い何とか盲腸を切除することに成功。患者は紹介終了まで安静にするよう指示され、とりあえず一命は取り留めた。12月25日未明、グレイバックは4隻の橋気を発見し、浮上して山陰地方の砲撃によりこれらを一掃した。4日後の12月29日、モノ島南西50海立地点付近で浮上して、航行中。 三、e、31に発見されて、来撃を受けるも回避。年明けて1943年1月2日にはあの、地点で、駆逐艦を発見してやり過ごす。日付が1月3日に変わった直後にはのの、ニュービリテントウミナカ沖で、輸送任務中のい、e、18を発見し来撃したものの、魚雷は、早爆したらしく命中せず、い、e、18は先行して離脱していった。月日、レーバックは、 味方爆撃機体の誘導及び救助任務のため、ムンダ近海に向かっていた。その朝、グレーバックのもとに、ムンダのサル集落に撃墜された B-26 マローダーのクルー6名が隠れているという情報が届けられた。グレーバックはムンダ沿岸に到着し、まず2名の乗組員、デイビス・タイとブルックス・タイを連絡のため上陸させた。夜明けとともに、 グレーバックは敵機に発見されないよう先行。その間に上陸した乗組員は、ジャングルの中に負傷して寝かされている3名のパイロットを発見。夜になってから、デイビス・隊イとブルックス・隊イは、海岸から発行信号を送り、グレーバックはこれに応えて浮上。パイロットと小さなボートを収容した。グレーバックは、紹介を再開し、1月16日にはの地点で、 大型輸送船と駆逐艦を1月17日に、この地点で駆逐艦に護衛された別の大型船をそれぞれ発見。グレーバックは前者の攻撃では2つの命中音を聴取し、後者の攻撃においては駆逐艦を片付けてから大型船を攻撃しようと駆逐艦に向けて魚雷を発射。しかし、駆逐艦は回避し、グレーバックに19発の爆雷を投下した。 そのうちの一発がハッチの上で爆発し、グレーバックはガスケット部に軽度の損傷を被った。1月23日、グレーバックは47日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島。パイロット救助の行により、ステファン艦長に海軍十字章が授けられた。2月13日、グレーバックは6回目の紹介で、グランパスと共に、 ソロモン諸島方面に向かった。3月5日夜、クレーバックはベララベラ島沿岸部にグランパスらしき潜水艦を目撃したが、その潜水艦が本当にグランパスかどうかはわからなかった。その後、紹介海,海域をビスマルク諸島方面に移動。3月13日にはのニューアイルランド島近海で特設運送船の白丸、日本優船7184トンに対して、 巨雷を4本発射。うち1本が、野代丸の右辺に命中し、残る3本のうち1本が、野代丸の戦士をかすめた。野代丸は大破したもののトラック諸島に引き返すことができた。翌3月14日にはの地点で6000トン級貨物船に対して攻撃を行う。しかし、この紹介では、野代丸撃破以外には、戦火はなく、 新装備の SJ レーダーもあまり作動しなかった。4月4日、グレーバックは47日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。4月25日、グレーバックは7回目の紹介で、ビスマルク諸島方面に向かった。5月11日、グレーバックは付近にいたアルバコアからの情報により、輸送船団の通過を知らされた。夜になり、 グレーバックはのカビエン北西方で目指す輸送船団に接触。ラバウルからパラオに向かっていた R09 船団は7隻の輸送船と3隻の護衛艦で構成されており、グレーバックは浮上して、魚雷を6本発射。護衛艦が向かってきたので先行を余儀なくされたが、魚雷は特設運送船、旧単油淀川丸、東洋海運、6450トンに命中して、これを撃沈した。 5月16日にはの地点で4隻の輸送船で構成された輸送船団を発見し、魚雷を4本発射。魚雷は駆逐艦夕霧の艦首部に命中し、艦首接損の損害を受けた。翌17日に、もの地点で陸軍船ルビー RBA ラン、RB ルピア、ルピア RT イングランド、RT ルピア、ルピア、ルビーマル、山下汽船、 5829トンを撃沈した。5月30日、グレイバックは36日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。オーバーホールのためサンフランシスコのベスレヘムスチールに開港された。オーバーホール中に、艦長がジョン・アンダー・アーソン・ムーア少佐、アナポリス1932年組に変わった。作業終了後、グレイバックは9月12日に真珠湾に到着した。 9月26日、グレイバックは8回目の紹介で、シャードとウルフパックを構成し東、シナ海に向かった。途中、ミッドウェイ島でセロがウルフパックに合流。このウルフパックは、アメリカ潜水艦部隊で最初の編成されたもので、セロに座上した指令の指揮を受けた。10月10日午後、グレイバックはの地点で輸送船団を発見して、 魚雷を4本発射し、一つの命中音を聴取する。10月14日16時45分、クレイバックアの地点で、シンガポールから高を経て6連に向かいた、特務艦高崎、タンカー、日南丸、E の海運、5175トン、特設運送船、応急タンカー高水丸、高地保証船、7072トンの差13船団を発見。 魚雷を二度にわたって五本発射し、高水丸に二本命中させて撃沈した。高水丸の船名は、翌15日夜に救助した、高水丸の陸民への尋問で判明した。10月22日3時45分にはの地点で、上海からラバウルに向かう低四号輸送部隊第三、輸送隊を発見し、特設運送船は渡まる、日本郵船。 7397トンに魚雷4本を命中させて撃沈した。10月27日未明、グレーバックとシャードアの奄美大島しまツ高崎、東大西方海域でマレー8戦団を発見。戦団には駆逐艦潮風が護衛についていた。0時27分、戦団中の過客船カモマル、日本郵船、8524トンに、 シャードからの魚雷1本が命中し、カモマルは沈没を防ぐべく応急修理の上、22時30分頃に修理のため奄美大島オシ湾に座礁した。ついで6時20分、カモマルから脱出した乗船車の収容作業を行うため停止していた、下脚船藤丸、日本郵船9138トンの後部にグレーバックからの魚雷2本が命中し、 富士丸は6時45分に沈没した。残る、下脚船王力丸、大阪商船、7362トンは、富士丸遭難者の救助を行った後一旦被体した。ものの、進路を戻して航行中の12時25分に、グレーバックの射程内に入り、巨雷一本が命中したが不発に終わった。グレーバックは一連の攻撃により、巨雷を使い果たした。 10月29日有刻の地点で2隻の漁船を発見して5インチ砲の砲撃を行うが、戦果は得られなかった。11月10日、グレイバックは45日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。12月2日、グレイバックは9回目の紹介で、東、シナ海に向かった。12月18日21時20分、 グレイバックはの沖縄島東岸海域で第227戦団を発見。まず輸送船玉ミ丸、東ル、海運5588トンに向けて魚雷を発射指名中。玉峰丸は瞬時に沈没した。ついで大戦相当に向かった駆逐艦沼風に対しても雷撃を行い撃沈した。雷撃後、グレーバックは浮上攻撃を仕掛け、 他に何隻かの船に損傷を与えたと判断された。2日後の12月20日、グレイバックは、なぜを出航した沖903船団を発見し、夜間攻撃を期して追跡を開始した。翌21日1時38分の時点で、グレイバックの体制は、潜水艦の存在に気づいて期待し始めた沖903船団に対して、完備を向けた形だったが、 艦尾発射艦から4本の魚雷を発射。ついで艦首発射艦から5本の魚雷を発射した。最初の魚雷のうち2本が火脚船小南丸、大阪商船、2627トンに、命中仕小南丸はの地点で合沈湖南丸沈没を受けて、特設捕獲猛艇柏丸、宇和島運輸、515トンが救助のために停止した。この頃には、グレーバックは先行しており、 6時4分の地点で、距離2000メートルで魚雷を2本、柏丸に向けて発射。2本とも命中し、柏丸は船体の破片を飛散させながら、一瞬で合沈。一連の攻撃で湖南丸の船脚は、柏丸に一旦救助された者も含め83%に、相当たる370人が死亡したと推定されており、その他乗員もほぼ全滅した。 もう一隻の護衛艦である特設捕獲模艇、第二新東丸、沢山機船、540トンが爆雷攻撃を実施したが、グレーバックに何らだ影響を与えなかった。グレーバックは、第227戦団に接触してから、ここまでの5日間で、ほとんどの魚雷を発射しており、翌日夜の雷撃で、すべての魚雷を使い果たした。の12月27日、 グレーバックはの地点で漁船を浮上報船で破壊。1944年1月4日、グレーバックは33日間の行動を終えて、真珠湾に帰還した。1月28日、グレーバックは10回目の紹介で、東、シナ海に向かった。グレーバックのこの紹介はその戦果から最も成功したものとして記録されたが、同時に最後の紹介となった。 2月19日、グレーバックはの台湾高尾南南西100キロ地点で、キールンからパラオに向かう、タッパーレイに船団を発見。16時1分、グレーバックは、船団中の陸軍仙台高島る、大阪商船、4740トンに、魚雷3本を命中させて撃沈。これを見た陸軍タンカー島新丸、岡田商船、1917トンが救助のために、 現場に反転して救助作業に当たっていた。21時40分、グレイバックは猫花頭西南西 60km の地点で、東新丸にも魚雷を命中させて撃沈。一時救助された者も含め多数の犠牲者を出した。2月24日3時36分、グレイバックはの地点あるいはの地点で非40戦団を発見。非40戦断は当初タンカー5隻と、 特設運送船浅間丸、日本郵船、16,975トンで構成されていたが、2月19日に、ジャックが4隻のタンカーを撃沈し、残った浅間丸と特設運送船、旧油南国丸、飯野海運、133トンは、方法の体で台湾東岸まで逃げてきたところでった。3時45分、クレイバックは両船に対して、魚雷を発射。 南国丸に2本、浅間丸に1本命中させ南国丸は炎上し、沈没。浅間丸は勝破した。翌2月25日、グレーバックはの地点から無線で、戦火報告を行い、残りの魚雷は、全部発射管に1本、後部発射管に1本の計2本のみとも伝えた。これに対し司令部から3月7日に、ミッドウェイ島に到着するよう、グレーバックに命じた。しかし、 到着予定の3月7日にグレイバックはミッドウェイ島には到着せず3月23日まで待っても状況は変わらなかった3月30日太平洋潜水艦隊司令部はグレイバックは喪失し総員行方不明になったと推定すると発表したその後得られた日本の記録などをもとにグレイバックの最後の数日が推定されたその推定結果は 2月25日の報告の後、東、シナ海を通過式とに着いた、グレーバックは2月27日にの男女群島女島東大南西72キロ地点で、高尾から文字に向かっていた多も礼語船団を発見した。海上は仕けていたものの、グレーバックは最後の魚雷2本を使って、海軍長要船ルビアー RB スズラン、RB ルピア、ルピア RT セロン、RT ルピア、 ルピア、ルビーマル、日本優先、4905トンを撃沈したと考えられた。同日、沖縄基地航空隊の97式艦航が、東、シナ海で浮上中の潜水艦を発見刺激し、グレーバックに250キロ爆弾を命中させた。日本軍の記録では、爆発して、たちまち沈んだとあったが、爆雷攻撃を行った、対戦艦艇は、同海域で重油が、 海面に広がるまではっきりとした気泡のがたどれたとする。クレーバックは最後の紹介で報告した戦火にスズランマ丸撃沈を足した2万1594トンの戦火が公認された。ところで日本側の記録の一部、佐世保ジュフ戦時日誌及び佐世保防備戦隊戦時日誌によれば、ダモレーゴ戦団が潜水艦の攻撃を受けて、 鈴蘭丸が沈没したのは2月27日21時5分頃と記録されている。その前日の2月26日には朝から複数回にわたる航空機による対戦攻撃が記録されている。まず朝7時23分頃、那覇航空隊の陸上攻撃機1機がの地点で震度90度、推定速度10ノットで航行する浮上潜水艦を発見し、 250キロ爆弾を2発投下して、潜水艦から20メートルと50メートルのところに落ち、その効果は不明だったことを報告。この攻撃報告を受けて発信した4機の97、式艦工のうちの1機が、8時40分頃にの、久米島近海にて、震度80度、推定速度15ノットで航行する浮上潜水艦を発見して爆撃し、 司令塔直後の艦の中心線付近に250キロ爆弾一発を命中させ、気を引き起こした際に爆発が起こって、潜水艦は降沈。直後8時50分にも2機の97式艦航が到着して、油の噴出点を爆撃して、油泡がさらに出し、流れ出た油は幅100メートル、長さ約250メートルから300メートルの範囲に広がり、 油は14時30分頃に至っても多量に噴出していたとある。一方、船団の護衛艦の記録のうち、タモレーゴ船団中の第38号昇海艇がすず乱丸沈没後の23時25分に潜水艦を探知し、爆雷を13発投下。23時40分と翌28日0時51分に、それぞれ5発ずつ爆雷を投下したことを報告。 また、その約4時間後に、再び潜水艦を明瞭に探知して、数回の攻撃を行ったことも報告している。爆撃を受けた潜水艦と、第38号昇海艇に攻撃された潜水艦が共にグレーバックとなれば、グレーバックは2月26日の爆撃で損傷を、負ったがこの時は、なんとか致命傷を免れ、1日経ってから、ダモレー戦乱を攻撃して、鈴、 ランマルを撃沈した後、対戦攻撃の結果に関わらずどこかで事切れたということになるが、記録通りなら、鈴、ランマルを撃沈してから250キロ爆弾の直撃を受けて沈没したという順序は成立しない。鈴、ランマル沈没に関しては、嫌いに触雷して沈没したという見方があり、鈴、ランマル沈没の1週間前には、タモレーゴ戦乱が通過予定の海域で、 1944年1月24日に東、ナ海へ付設された大戦機雷症第1次から流出したと推定される浮遊機雷がいくつか確認されている。確定しているのはグレーバックが10回目の紹介において生きてミッドウェイ島に帰島することがなかったということである。グレーバックの衝撃鎮トン数63,835トンは アメリカ海軍の潜水艦中20番目の記録であり、14隻の撃沈数は24番目の記録である。関東乗組員は第7、第8、第9、第10回の紹介で海軍主君部大賞を受賞した。グレーバックは第二次世界大戦の先行で8個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。